株式会社トータル保険サービスは、水保フィナンシャルグループとの関係が強い東京と、中央区に本社を置く、総合保険代理店。ブランドコンセプトは、いわ、サイドソリューション。株式会社トータル保険サービスは、水保フィナンシャルグループの第一関業銀行系、新密会社である、保険代理店9社が、港センタービジネスを母体に事業を統合し、2000年4月に、 設立された。乗り合い保険代理店として、生命保険会社27社、損害保険会社20社、合わせて47社と保険代理店契約を締結し、各種リスクに対するソリューションを提供している。水保フィナンシャルグループとの関係が強く、株式会社水保銀行の共同取扱代理店となったり、 水保フィナンシャルグループが主催するコミュニティで取り扱う、損害保険の取り扱い代理店になったりすると、水保フィナンシャルグループ各社やその取引先企業を呼び、それらの企業の役職員への保険販売に力を有している。トータル保険サービスの前身であった会社のうち2社が、1974年11月に、アフラック生命保険株式会社が、日本国内で、 初めてガン保険の販売を開始した、際の第1号代理店であったことから、同社のガン保険の取り扱い高は、高い水準にある。2004年3月に株式、会社トータル保険サービスは、富士通株式会社と共に出資し、富士通トラベランス株式会社から、保険代理店事業の譲渡を受けて、株式会社富士通トータル保険サービスを設立。 2006年3月に伊藤中商事株式会社と業務、資本提携を結び、アイィーリスクソリューションズ株式会社へ出資。2018年11月には伊藤中商事の金融、保険部門と提携に関する基本合意を締結している。2018年1月には100%子会社のトータル保険パートナーズが 保険の窓口グループ株式会社のフランチャイジーとして、来店型保険ショップ1号店保険の窓口、新橋店を開設。その後2019年7月には、六本木店。2020年9月には、塩止めシティセンター店を開設する。等、顧客基盤の拡大も図っている。仙台ファーストタワー、銅島グランドビル以下の3店を、経営理念としている。 2017年、東京都中央区京橋への本社移転を機に、企業ロゴマークの変更や亀のオリジナルキャラクターの廃止等、ブランド戦略の全面的な見直しを実施。新たに、ブランドコンセプトとして、要は、再度ソリューションを掲げ、お客様の立場で親身に寄り添い、お客様にとって、最適なソリューションを提供することを標榜している。同時に、 あらゆるリスクをサポートするリスクコンサルティングカンパニーを目指すとしている。また、2020年1月には、要はサイドソリューションの実践に向けた取り組みとそれを客観的に評価するための成果指標、KPI を公表している。企業ロゴマークは、社名の一部であるトータルの文字と一体になった二つの正方形のラインで構成されており、二つの 正方形は、トータル保険とお客様を象徴している。また、コーポレートカラーのトータルブルーは信頼と、インテリジェンスを、トータルレッドは、温かみと情熱を表している。社員とその家族の健康保持、増進に取り組むことが、社員の働きがいや働きやすさにつながり、その結果、仕事の生産性向上等による企業の持続的成長につながるとの考えのもとに、 健康経営宣言を策定し、健康経営を積極的に推進している。健康経営宣言の内容は次の通り。私たちトータル保険サービスは、保険商品を通じ、お客様に安心と安全を提供する。という理念のもと、お客様のあらゆるビジネスシーンや様々なライフステージにおける、 リスクへの備えをトータルにサポートすることで、企業としての社会的使命の実現と持続的な成長を目指してまいります。そのためには、まず社員一人一人とその家族が、心身ともに健康であることが重要と考え、社員の健康保持、増進に向けた主体的な取り組みをサポートし、健康風土の情勢と職場環境の構築に努め、 全社員の働きがいを高めていきます。健康経営の推進にあたっては、社長が最高責任者、人事担当役員が健康経営推進責任者となり推進。実務推進の事務局として、人事部が産業医や水保健康保険組合と連携しながら、各種施策を推進していくとしている。以下の3点を健康経営取り組み課題としている。 健康経営取り組み課題それぞれについて各種施策を定めている。また、各種施策について12項目の目標を定め、その実績を公表している。CSR 活動として小児がんに関わる各種サポート、支援活動を行っている。小児がん支援活動であるゴールドリボン運動にも賛同し、認定 NPO 法人ゴールドリボンネットワークへの寄付を行っている。 シンボルマークであるゴールドリボンの認知促進と参加費を寄付に充てるために2007年から開催されているゴールドリボンウォーキングにも役職員が参加しているアフラック生命保険株式会社の保険販売代理店が行っている小児がんの子供とそのご家族やがんで整形維持者を亡くした子供たちへの支援活動であるアフラックキッズサポートシステムに参加している アフラック小2段経験者、がん維持奨学金制度への寄付を目的に、アフラック東京法人アソシエイツ会が実施している、該当募金活動等にも取り組んでいる。また、2020年6月には、役職員の募金により、アフラックペアレンツハウスに、子供用マスク3、600枚等を寄付している。アフラックが、 血液が最も不足する2月を中心に実施している、献血ボランティア活動、バレンタイン献血に、アフラック全国アソシエーツ会の一員として、協力している。シオドメシティセンター株式会社トータル保険パートナーズは、2017年6月に株式、会社トータル保険サービスの子会社である、株式会社エースビジネスの称号を変更して、発足した。 保険代理店で、トータル保険サービス100%出資の子会社。保険の窓口グループ株式会社のフランチャイジーとして2018年1月に、来店型保険ショップ、保険の窓口新橋銀座口店、2019年7月に、保険の窓口六本木店、2020年9月には、保険の窓口塩止めシティセンター店を開設し、計3家店の運営を行っている。 塩止めしバリキュービルディング株式会社富士通トータル保険サービスは2004年3月に株式会社トータル保険サービスと富士通株式会社の出資により設立された保険代理店富士通のグループ会社である富士通トラベランス株式会社から保険代理店事業の譲渡を受けて事業を開始した設立の経緯から 富士通グループ各社及びその役職員への保険販売に力を有しており、富士通グループ社員 OB 向けサイトも運営している。2017年には、富士通トイオンフィナンシャルサービス株式会社が実施した情報銀行の実証実験に参加し、パーソナルデータを活用した富士通職員へのライフコンサルティングの提供を行っている。ありがとうございます。